12時26分です。 J-WAVE ステップ1、サッシャと増井渚がお送りしています。ではミュージックプラスさん参りましょう。今日お迎えするゲストの方はこの方です。 Hello J-WAVE, I'm Aurora. そうなんです、花雪2のね、Into the Unknown のね、でもおなじみの、ノルウェーの歌姫オーロラの登場でございます。去年の12月以来の登場ですが、オーロラさん先月日本独自企画デビューアルバム Infections of a Different Kind of Human がリリースになっています。はい、その中にはなんとステップ1で、歌いましたザ・リバーのスタジオライブもこれ収録されてるんですよね。そうなんです。嬉しいな。はい、でそれについても詳しく聞いております。実は事前にインタビューする機会がありましたんで、その模様これから聞いていただくんです。リモートでノルウェーの、オーロラの、お部屋とつないでインタビューしましたんで、その模様を聞いてください。それでは、オーロラさんに来ていただきましたんで、お話を伺っていきたいと思います。昨年12月に日本に来てもらったんですけど、その後2月にね、アカデミー賞でもパフォーマンスをしたんですけれども、その時はどうだったんでしょうか。 It was wonderful. It was also very strange. It was very, such a big arrangement and so many people that you recognize in one room. But I liked the people working backstage. Very nice, nice people. 本当に素晴らしいけども、なんかちょっと変わった経験だったんですけども、いろんなミュージシャンたちがパフォーマンスをしたっていうのが本当に素晴らしくて、あとバックステージの食事がビーガンだったということで、オスカーもそういうところを真剣に、責任持ってるっていうところが素晴らしいなというふうに思いましたということですが、でその後、直後ですけれどもね、新型コロナウイルスで結構世界が、ロックダウンしたということですけど、どんな状況だったのか、そしてその間どうしてたんでしょうか。Norway, as many other places, was also in lockdown, so we all had to stay inside and we all had to be not more than five people in a room and no hugging, and we had to stay, of course, 2 meters apart and wear the face mask if you can. So it's kind of, it's like in most places, but we are very lucky here in Norway because we're not so many people and many people live very far from each other, not so close. So we are very lucky. ノルウェーも他の国と同じようにですね、いろんなところで、もちろんそのロックダウンもあったし、できないこともあったし、例えばマスクもつけなきゃいけないとか、ハグしちゃいけないとか、そういうことがいろいろあったんですけれども、なので、私もね、一人に、ただノルウェーはラッキーなことに、あんまりそんなに、人口が多くないんで、みんな別々に住んでるんで、そういった意味でラッキーだったのと、あと自分自身は一人でいることとか、自分と語り合うことが好きなので、そういう意味ではラッキーだったんですね。もちろんそれが辛いっていう人もいて、そういう人たちは大変だったと思うんですけど、自分はそれで自分と見つめ合いながら、語り合いながら音楽を作りましたと。で、そんな中で作ったのが、曲が、最新のシングルとしてリリースされてるんですけども、Exist for Love という曲ですが、どんな曲なんでしょうか。I know for a fact that whenThe world is struggling and people are scared, people are frustrated, and people are kind of taking away some freedom because they have to stay inside or they can't go to school or see their friends. And I know for many families it's been very hard, and for many old people, for the elderly it's been hard and they can't get visitors from the people that they love because it's such a high risk.And I felt so terrible thinking about all these people. Nice. 実はですね、今回のこういうコロナウイルスのことで、みんなね、それぞれ人に会えなかったりとか、いろんなところでですね、苦労してたと思うんです。特に学校に行けない子供たちとか、あと特に、高齢者の方とかは、ずっとね、一緒にいられなかったり、好きな人たち、愛する人たちを家に招けなかったりとか、そういうことがいろいろあったりして、で、カップルとかもそういう人も含めて、だんだんフラストレーションが溜まってくると、それが、人間の体って、それを、なんとか、勘違いして怒りに変わってしまうということなんですよね。で、その怒りが、通じて、この曲を通じて自分は新しいチャプターをラブソングにしたかったんですけど、その愛が、あるっていうことを思い出して欲しかったんですね。どうして例えば、カップルが愛する者同士が一緒にいるのかとか、そういうことも忘れて、ひょっとすると今の時期、喧嘩が多くなったりとか、そういう風になっちゃうんじゃないかなということで、自分の、曲として、新しいチャプターとして、ラブソングを届けたかったということなんですね。で、この曲も入った、日本デビューアルバムがリリースになっているんですけれども、これ二部構成で、実は、二つ、それまでにリリースされた EP とアルバムが、合わさって世界で初めて一つになったんですけれども、これはどうでしょうか。
Well, I know that many of the fans in Japan and also other places, we love collecting, you know, and adding all of these special items for our collection. And so I know that it's a thing people appreciate in Japan. 日本の皆さんはこうやって物をなんかこう形にして残すっていうのがすごくね、とか集めるっていうのが好きなんじゃないかというふうに思っていて、まあ、それもあったので日本のファンのためだけにこうなんか集めて、まあ、日本が大好きだから、一つパッケージにしたいなというふうに思ったんだそうですけれどもね、まあ、改めてこうやって見ると、まあ、前のチャプターのステップ1とステップ2の合わさりだし、そこにさらに、ニューチャプターの曲も入ってるんですけれども、そしてこのアルバムにはね、なんとうちの番組でパフォーマンスしてくれたザ・リバーが入ってるんですけど、これめちゃくちゃ嬉しかったんです。本当に素晴らしいパフォーマンスだったんですが、ね、なぜ入れようと思ったのか、その時の思い出はありますでしょうか。 Well, of course it's a good memory. But it's also the first time I ever did the song on piano. So it's really special. And I don't know if I'll ever play the song like that again. So it just felt nice to keep it. It was an idea by the beautiful people that works with me in my team in Japan. 実はですね、まあ、本当にいい思い出だったので、で、このパフォーマンス自体、ザ・リバーをピアノでアコースティックでやること自体が初めてだったし、まあ、その後もやってないんじゃないかなと思うんですが、日本のね、一緒に働いてくれてる日本のチームが提案してくれたんですけれども、まあ、本当にこれはいいなというふうにアイデアとして思って、で、日本との私の、まあ、コネクションを伝えてくれる、表してると思うし、まあ、前に行った日本への旅がまるでですね、本当にもうおとぎ話のようだったんですけども、そのおとぎ話を思い出させてくれるということで、入れましたということなんですね。まあ、みんながこれからもね、好きに楽しんでくれるっていうのが嬉しいですね。 I'm also really happy that people can enjoy the version of the river through this album. Me too. Yeah. 私もって言ってますが、そしてオーロラといえば前回来た時もファッションが素敵だったんですけれども、最近のお気に入りのアイテムなどはありますでしょうか。well, of course I love kimono. I think it's such a beautiful piece of clothing, and I think I have around 11 kimonos. So I have quite a few. Really? Yes, I have quite a few, but they're so wow. expensive, so I can't buy so many. But wow. If I 日本でいっぱい買い物したんそうなんですけど、今もうなんと着物だけで11着持ってるそうで、いくつか壁にかかっていて、なんかまるでもう絵画のように飾ってたりもするんですけど、あと、まあ、本当に日本とスカンディナビアのファッションを合わせたジャパンディっていうらしいんですけど、スカンディナビアとジャパンです。そのジャパンディなものがいっぱい好きで、でこの間日本に来た時はランプも2個買って今見せてくれたんですけど、こう 傘の形したランプ、もう1個はシャンデレオみたいな小さなシャンデレオみたいなのをキャットストリートで買ったらしいんですけども、それ飾ってあって壊れないように割れないようにバックパックに入れて持って帰ったそうですけど、あとお茶も緑茶だと思って買ったし、あと梅酒が美味しかったのでいっぱい買いましたというふうに言っております。すごい楽しんでますが、そしてこの先のリリースはどうなんでしょうか。 MaybeI am very secretive because I find it so fun to release like small riddles, and maybe my fans will figure some things out because they're very clever. I see. But yes, this next chapter is very exciting. はっきりはまだ秘密にしてるんです。なぜならですね、あんまり痛くないんですけども、ただ、ちょっとずつこう出してファンが、それで何かこう感じ取ってくれたらいいな。ファンはね、みんなクレバーだからすぐそれでわかると思うんですけど、それで、まぁ、ちょっとずつ小出しにすると思うんですけど、もちろん、今後は何かがやってくるってことは間違いなくて、それに関してはですね、全く今までと違うもの。まぁ、人間だから違うものをやってみたいっていうことと、それをやる自由っていうことが人間だと思うので、やってみたいっていうことと、まぁ、それが過去と未来を同時に繋ぐようなもの、というふうに、まあ、今までやったものとは全く違うものということだけはお伝えしたいと思って楽しみにしているということだそうですけども、お別れ前に日本のファンへのメッセージもありますでしょうか。大好きでー I love you and also I can't wait to come back. I wish to come to Japan a lot because I admire the culture there so much and the people and the kindness and also I want to tell my fans that it's okay to be sad and to be happy. It's okay to be angry. It's okay to be frustrated and scared. And we all experience these emotions. And it's so important to know that you're not alone, that we're all together in this, especially now that the times are a bit strange, but it will get better. And I can't wait to come to Japan again.
もっと日本にもね、来たいんです。本当はね、いっぱい来たいっていうことと、まあ、日本のみんなにね、会いたいんですけど、あとありがとうってことと、まあ、伝えたいのは、感情を出すことをね、全然恐れてはいけない。悲しい、喜び、怒りとか、そういう喜怒哀楽をね、出すことっていうのは全然、特に今みたいな時期は人となかなか会えなくて一人でいることも多いと思うんですけど、そういう時にその感情を出すってことは全くおかしいことじゃないし、どんどん出していいと思うし、それが、この状況は必ずもっと良くなるから、その状況をね、乗り越えていきましょうということですけどもね。Thank you so much. Thank you. Till then, stay safe. Yes, stay safe too. ありがとうございます。Without its eyes, don't forget you are, even though you are hurt. You are caught in war, even soon it will burst. You can cry, drink in your eyes. Do you miss the sun as when it's gone? Can you let the river run wild? Can you let the river run wild? I am a shadow, I am cold, and now I seek for warmth. Touch your skin onto my skin, and we won't alone. Don't forget you are, even though you're in need. Like a bird in the night, your emotions deserve to be free. You can cry, drink in your eyes. Do you miss the sun as when it's gone? Can you let the river run wild? You can cry, drink in your eyes. I don't miss the sun is when it's gone, and the feeling of it makes me smile. As I let the river run wild, you can cry, you can cry, you can cry. To where the ocean is bigger, become a part of the river. Oh, you can cry, you can cry, you can cry. Can you let the river run wild? You can cry, drink in your eyes. Do you miss the sun is when it's gone? Can you let the river run wild? Can you let the river run wild? You can cry, drink in your eyes. I don't miss the sun, it's when it's gone, and the feeling of it makes me smile. As I let the river run wild. That's Aurora, The River, live at J-Wave 81.3 FM. ステップワンのためにね、やっていただいた、そして CD に収録されたオーロラの歌声でございます。はい。インタビュー、ね、実際にオーロラの部屋に、ノルウェーの自宅の部屋にいるところとつないで話したんですけども、すごいよね、知らなかったあんな着物を11着持ってるなんて、はい、11着、日本人でもなかなか持ってないですよ、そんなに。持ってないよ。ね、あと梅酒が好きでいっぱい買って帰ったとかねすごい日本のこと気に入ってくれたみたいですね。そうなんですよ。
ね、披露してほしいですね、あの着物姿も。そうなんですよね、うん、本当はねライブとかがねもし日本で行われたらそういう感じもあったのかもしれませんけども、あとあのランプもね見せてもらったんですけど、はい、ここはあの傘みたいな傘の形したランプで、なんかちょっと四角い感じのランプだったんですけども、それはあの実際に映像でつないで見せてもらったんですけど、はい、あの日本らしいこうね、スカンジナビアと日本のそんなコラボレーションというか文化の融合みたいな、ね、大事に持って帰ってくれたんですね。そう、あの割れちゃうからって言って、うん、リュックに入れたということなんですけど、飛行機乗る時にね、嬉しいなという、オーロラ、また今度ね次回は日本に来れるようになったら来てスタジオでまた天使の歌声聞かせてもらいましょう、ね、そんなステップ1で行ってくれましたスタジオライブも収録されている日本独自企画デビューアルバム Infections of a Different Kind of Human がリリースになっています。ぜひチェックしてください。はい、お願いします。ステップ1 Music Plus 1、この時間はオーロラのインタビュー。